はいどうもこんにちは、のねです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2016年度の京都大学の文系の問題ですね。文系だろうと理系だろうと京大受験者はできなきゃいけないので、ちょっとこれね、京大にしては文章長いなっていう印象があるかなと思うんですけれども、やってみてください。それではちょっと問題読んでいきます。ボタンを押すと当たりか外れのいずれかが表示される装置があると。当たりの表示される確率は毎回同じとする。それから装置のボタンを20回押した時、1回以上の当たりが出る確率が 36% であると。1回以上当たりの出る確率が 90% 以上となるためには、この装置のボタンを最低何回押せばよいかと。必要なら62の値を用いてよいってことですね。なんかあんまり難しくなさそうな印象を持たれると思うんですけど、この問題は、僕的に言わせれば外れですね。なんでかっていうと、計算していくと小数の計算が出てくるんですよ。で、結局このね、小数の計算をせざるを得ないんですね。でそれが分数になるんですよ。僕計算苦手なので外れですね。例えばその一次不定方程式とかね、3桁のやつとかでその誤助法を使わなくちゃいけない問題とかあるじゃないですか。ああいうのって計算が得意な人って暗算で見つけちゃうんですよ。そういう人いたんですよね。暗算で見つけられる人っているんですよ。不定方程式を誤助法なしで。だからそろばんやってる人とか公文やってる人とかでね。そんな人と対等に戦うためには計算力で勝負できるような問題出してほしくないですね。だから僕的にはこの問題ね、外れなんですよね。だけどこの動画自体は当たりですよ。だからこのまま見てくださいね。いいですか？はい。で当たりか外れの確率を、例えば当たりの確率を P としましょうか。で外れは 1-P になる。外れになってるね。外れですね。外れは 1-P ですよね。でこれ式立てると1回以上当たりが出るってことは、全部外れではないってことでしょ。全部外れではないってことだから、20回とも外れる確率を引けばいいので 1-P の20乗ですよね。でこれが、36% だっつってるので100分の36になるってことです。これが条件ですね。で1回あたりの出る確率が 90% 以上となるためには、何回押せばいいかっていうと、結局これ 1-P の n 乗が 0.9 より大きくなるようなこのN を求めてくださいっていう問題になるわけです。いいですか？でもよく考えてみると、この P と P-1 ってこう逆にしたっていいじゃないですか。で今聞かれてるのは、この N であって P ではないわけですよね。だからこれとこれ逆にしちゃった方が話は早いかなと思います。これね、このままでも別に計算できますけれども、だから当たりの確率を P とするんじゃなくて外れの確率を P とすると。当たりの確率を 1-P として外れの確率を、P とすると、1- さっきの同じ議論によって20乗が、100分の36ってことですね。でこれが1回以上当たる確率になってるわけです。で、N 回行った時にこれが1回以上当たる確率はそれが 0.9 以上っていうのはこうなるわけです。でこういうような N を求めればいいってことですね。で、この条件は P の20乗が、100分の64っていうことを示しているので、あとはこれをログ取ってですね、計算していくってことです。これ P の N 乗が 0.1 以下になるってことですよね。ってことはこれログ取って N ログ P がL ログ 2P が、マイナス1っていうことですよね。これね。10か。ごめんなさい。ログ2で取るんじゃなくて10で取るんですね。乗用対数で取らなきゃいけないから、ログ10がマイナス1ってことですよね。で、ログ 10P の値を、こちらの条件から算出するっていうわけです。で、それを評価してあげるってことですね。で、log10p はこれ、p はそもそも、100分の64の20分の1乗でしょ。ってことはlog10、log p っていうのは、log10p ですね。20分の1、log10、64、マイナス2ですよね。で、log10、64って2の6乗だから、6の log2 ですね。だから20分の1の、6の log2 マイナス2ですね。ということで、まあこれ10分の2すると、2で割って10分の2すると3ログ12マイナス1ってなります。ですか？ということはこれ、ここに代入してあげればいいので、これをここにそのまま代入してn×10 分の3ログ12マイナス1がマイナス1より小さいっていう式ができますよね。で、じゃあ n について解くと、その値になるので1マイナス3ログ12分の10という形になりますね。これマイナスの値になって、不等号の向きを変えるってことですね。これを満たすような n を求めればいいってことですね。0.3010 から 0.3011 っていう値の間にあるっていうことがこの値にあるってことが言えてますよね。で、この代償にちょっと気をつけなきゃいけないんですけれども、こっち 1-3×0.3010 これを代入した値の方が小さくなるんですね。まあどっちも計算しなきゃいけないので、挟まれてる値をまあ計算してですね、その間にある値を考えればいいんですけれども、どっちを小題にした方が大きくなるかっていうのを事前に考えなきゃいけないってことですね。これが n ですからいいですか。ということで、まあこれ、計算するとこっち側が 103.42 となってこっち側が 103.09 になるんですね。ここの計算は、省略しますけれども、まあ皆さんちょっと頑張って計算をしてみてください。で、103の間に含まれてますよね。ということは n は103よりも大きいということなので、n は104ということになります。n イコール結果的に104が答えということになるということですね。これが正解です。よしですか。この負の値をまあ大きな値を代入すると負なので小さくなるわけですよね。負なので大きな値を引くと小さくなって分母が小さくなって結果として全体として大きくなるっていうことです。だからこっちの 3.011 という方ですね、大きな値を代入した方はこれマイナスになってますよね。ここマイナス3になってますよね。だから、より大きな値を引くことになって分母が小さくなるわけです。で、分母が小さくなると大きくなるという判断でここの不等式がこういうふうにできるっていうわけなんですね。で、逆もしかりです。まあこの不等式ね、別に最初の段階で代入し導けなくても、0.3011 と 0.3010 を代入して計算した結果で大きい方を判断すればいいわけで、代償関係を導けばいいだけなので、あまり深く考えなくてもいいかなと思いますけれども、まあ不等式のね導き方なんかも学んでおいた方がいいかなと思います。はい、というわけで、答えを聞いてみるとなんだこれっていう感じなんですけれども、まあそうですね、問題としてはそのなんか兄弟らしくないなっていう印象は私はありますね。なんかこんな計算問題で実質難しくないのに、まあ文系の問題だからねこうしてんのかもしれないですけど、文系でもね計算できる人の方がねまあ必要でしょうからね、いろんな計算をするのにね。はい、というわけで、まあ理系の人であってもためになる問題だとは思いますけどもね、是非やってみてください。というわけで2016年度の京都大学文系の問題でした。